ファルハード・マジーディは、イランテヘラン出身の元プロサッカー選手、元同国代表選手である。現役時代のポジションは MF。現在は、エステグラル FC の監督を務めている。2010年、マジーディは、アジア年間最優秀選手賞の候補に選ばれ、投票により2位を獲得した。イフスにより、2010年度最も人気のあった、現役サッカー選手に認定された。 エステグラルで数年プレーした後、マジー・ディは SK ラピードウィーンからオファーを受けた。しかし、オーストリアへの完全移籍ではなかったため、エステグラルは、その後 UAE リーグのあるワスル FC へと移籍させた。UAE リーグでは、同じイラン人のアルイレザーバーヘディ・ニーク・バフトと共に、マジー・ディは多くのゴールを上げ得点を争いを演じた。 しかしその後、マジー・ディーは怪我のため戦列を離れ、得点王は獲得できなかった。マジー・ディーのキャリアにおいて最も活躍した時期の一つが、アルアイミ f c へと短期間のローン移籍した期間である。マジー・ディーは、AFC チャンピオンズリーグ2002から03、準決勝の大連日特戦で得点を挙げ、アルアイミ f c を AFC チャンピオンズリーグ決勝の舞台に導いた。 その後、マジー・ディは、クラブ史上初となる AFC チャンピオンズリーグの優勝を成し遂げた。アル・アスル FC では5年間プレイし100以上のゴールを決めた。2006年に、アル・アスルを退団し、UAE のクラブアルナスル SC に加入した。2007年2月10日、マジー・ディはシーズン終了まで、アル・アハリドバイと契約を交わした。シーズン終了後、マジディは、 エステグラルと一年契約を交わした。マジーディは、エステグラルとの契約をさらに2年間延長し、攻撃的 MF として活躍。2008から09シーズンには、リーグ優勝の原動力となった。彼は2009から10シーズンも好調を維持しチームの、得点王及び ACL の得点王も獲得した。2011年12月21日、マジーディは、 個人的な事情からエステグラルを離れ、カタールのあるガ・ラファエスシーに加入した。マジーリーは2012年9月28日にエステグラルが契約延長を拒否し、チームスタッフとしての契約を打診したことで、サッカー選手としての引退を発表したが、後にこの発言を撤回、2012年12月18日に18ヶ月の 契約を結び再びエステグラルでプレーすることになった。しかし、2013年10月29日に契約が残ってるにもかかわらず突如引退を発表した。マジーディは1996年12月に開催された AFC アジアカップ1996のサッカーサウジアラビア代表戦で代表デビューを果たした。 彼は当時の代表監督であったブランコ・イァンコビッチの下ではアリダ・ダエイやア,アラシュ・ボルハーニーの控え選手としてベンチを温めることが多く AFC アジアカップ2004を直前に控えた2004年の代表合宿では代表招集を辞退したその後再び招集されるようになり2007年時点で41試合に出場10得点を決めた AFC アジアカップ2007前の合宿では、アミールが例ノ良の下で、AFC アジアカップ2011前の合宿では、アフシンゴトビの下で招集された。2011年8月23日には、カルロス・ケイロス新監督の下再び代表に招集された。マジー・ディーは1996年から2011年まで16年間に、 渡りイラン代表で活躍し最も召集歴の長い選手だったが実際に出場した試合数は多くなかった。ファルハード・マジーディとペルセポリス FC の首相であったアリー・キャリー・ビーは 2014FIFA ワールドカップアジア予選においてイラン代表サポーターの人気を2分する選手と考えられている。2011年9月27日、マジーディはイラン代表からの引退を表明した。 2010年、イフスより、世界の現役サッカー選手の中で、最も人気のある選手に認定された。ありがとうございます。